名鉄も780系電車は、かつて名古屋鉄道に在籍した路面電車車両である。1997年から翌年にかけて、計7両導入された。岐阜市内線、伊比線直通用に投入され、一貫して両路線にて運用された。2005年3月末をもって路線が廃止されたため、7両すべて豊橋鉄道へ譲渡され、 豊橋鉄道も780軽電車となった。本校では、名鉄時代と合わせて浄土後の状況についても、記述する。本形式が投入された名鉄岐阜市内線、伊比線は、かつて、岐阜県岐阜市と伊比郡大野町、伊比川町を結んでいた路線である。岐阜市内線は、路面電車線、伊比線は、鉄道線と性格が異なるが、1967年より、 直通列車が運転されていた。1987年5月、この市内線、イビ線直通列車用に、心臓の連接車も770型が投入された。このも770型は、当該路線が、美の電気軌道の合併に伴い名鉄の運営となった1930年以来、イビ専用車両としては名鉄で、最初の心臓車に当たる。 翌年にかけて、K4 編成導入され、大正時代製造のも510型、も520系、K7 両を置き換えた。だがも770系投入後もも510型が3両、残り定期運用につき、さらに、伊び線内折り返しの列車には、大正末期から昭和初期にかけて製造されたも700型、も750型約2320型といった。 旧型車が使用され続けていた。こうした旧型車を新型車に置き換えて運転時間の短縮を図り、さらに市内線、いび線の直通運転を増発して利便性を向上して路面電車復活の先駆けとするべく心臓されたのが本形式である。投入は2度に分けられており、1997年4月1日付で、 まず4両翌1998年4月1日付で、次の3両がそれぞれ竣工した。いずれもメーカーは日本車両製造である。本形式は全構成車体を持つ二軸ボギー車である。車両の最大寸法は、長さ14.53メートル、幅2.1メートル、車体高さ3.11メートル、パンタグラフ折りたたみ高さ3.77メートル。 自長は19.4トン。先に投入されたも770型は2両編成の連接車であるが、換算時間帯には輸送力過剰なため、本形式は1両単位で運行可能なボギー車とされた。一方でも770型は朝の再混雑時間帯で運用すると収容力が不足するが、本形式は連結機を装備し混雑時には連結運転が可能なため、 連結時はも770系以上の輸送力を有する。このようにも770系の欠点をカバーするが、岐阜市内線にある、急曲線の関係で貫通ホロを設置できず、連結運転時には、車体は可能な限り軽量化が図られており、構え体には、一般構造用圧縁鋼材のプレス鋼板、外板は厚さ 1.2mm の普通鋼板、 屋根板は厚さ0 8ト、mm、ルのステンレス鋼板、床板は厚さ0 8ト、mm、ルのステンレス製、キーストンプレートをそれぞれ用いる。また腐食防止のため飛ぶクロブなどにもステンレス鋼板を多用する。車体形状は基本的にも770型に準ずる。全面形状については、全面窓は大型のヒーター入り合わせガラス3枚構成で窓状に 方向膜を組み込む。運転台脇に当たる位置にも一枚ずつ加工窓を設ける。倉庫の両脇にはシールドビームによる角型の全小灯を配し、その下部に黒色ゴムでコーティングされた大型バンパーを設ける。バンパーは左右に分かれており、その中央部分には乗降中表示器を取り付ける。またバンパー側には左右二組ずつ尾頭剣続行灯を呼び、 制度刀剣者副刀の機能を持つ LED 灯が組み込まれる。連結機があることから連結機周りには大型の排焼機が取り付けられ安定感のあるスタイルとされた。ドアは片側3箇所ずつ計6箇所配置されている。ドアもステンレス製。設置場所は前後の運転台よりと車体中央部で車端部分のドアは左右対称の配置だが 中央部のドアはワンマン運転時の乗客の流れを円滑にする目的で車体中心からそれぞれ1.55メートルずつ前後にずれた天体ショーの配置とされており進行方向左手では後寄り右手では前寄りになる前後のドアは幅75センチメートルで3枚折り度を中央ドアは幅110センチメートルで両開き引き度をそれぞれ採用する ワンマン運転に際しては、中乗り前振り方式を採用していることから、中央のドアが乗車用、前後の運転台側のドアが降車用である。も770型と同様に、路上上工事に展開される折りたたみステップと、鉄道線ホームとの間を埋める引き出し式ステップが各ドアに付属する。展開時の車外折りたたみステップ高さは、 レール面上 37cm、車内ステップ高さは 66cm であり、レール面上 82cm の車内床面との間に2段、または1段の段差が生ずる。側面客室窓は中央ドアから見て、左側のドア間に幅 96cm の窓を片側4枚ずつ、右側のドア間に幅 128cm の窓を片側1枚ずつ取り付ける。 窓の高さ8 5センチメートル。いずれもアルミ窓枠のユニット窓であり、片側5枚ずつの窓の内両端の2枚を除いて、バランサ付きフリーストップ式の加工窓になっており、開閉できる。車体塗装は、名鉄スカーレット単色ではなく、アイボリーを基調に、車体層、スカーレットで塗り、窓周りに、岐阜のシンボルカラーである緑色を配した、新しい配色が採用された。 車内の様子内装の配色は重厚感を持たせると、共に狭い室内を広く見せるよう、天井と壁はクリーム色系統、座席もケットと床はワインレッドという配色を採用している。座席はロングシートを採用しており、ドア間に9人掛け座席と3人掛け座席が天体シに配置される。うち9人掛け座席は、 中央ドア正面の部分で握り棒を境に6人掛けと3人掛けに分割されている。この座席に加えて中央ドアの両脇に折りたたみ式の1人掛け座席があり、ラッシュ時の収容力増と昼間の着席サービス向上の両立を図っている。したがって座席定員は計28人で立席定員を含めた全体の定員は64人になっている。 座席上には荷棚を配置。窓のカーテンは横引式。客室内には軌動線区間における急停車時を考慮して、吊り革や握り手を多数配置する。台車 FS-559 系台車台車は、住友金属工業製の FS-559 型を装着する。ボルスターアンカー付きのインダイレクトマウント台車であり、台車枠は、 プレス後板による一体溶接構造、枕バネは空気バネ、軸箱支持方式はペデスタル式、車輪は一体圧縁車輪をそれぞれ採用。軸距は 1700mm、車輪径は 660mm である。空気バネ仕様のインダイレクトマウント台車という基本構造については先に登場した600、ボルト専用も880型、も770型と共通する。 主電動機、制御装置主電動機は TDK-6307A 型カゴ形参照誘導電動機を使用。搭載数は台車1台あたり1機ずつ、すなわち1両あたり2機で、内側2軸が同軸、外側2軸が10軸になっている。1時間定格は、出力 60kW、電圧 440V、電流 106A、周波数 55Hz。 回転数 1615rpm。駆動装置は TD 平行、カルダン駆動方式の KD215C、M 型を設置しており、歯車比は6.55に設定されている。主電動機駆動装置ともに、東洋電気製造製の路面電車用、標準品である。制御方式は、VVVF インバータ制御方式であり、1台の 制御装置で両方の主電動機を制御する EHC に M 方式を採用する。制御装置は GTO サイリスタによるインバータで、形式名は ATRM260RG629E 型。これも東洋電気製造性である。VVVF 制御の採用は600、ボルト専用車両では初めて。これは2000年導入のミノチョウ専用も800型に引き継がれている。 ブレーキブレーキは MBS-R 型改正ブレーキ併用電気指令式電磁直通空気ブレーキを搭載する SME 直通空気ブレーキ搭載のも880型も770型から大幅に変更されており電気指令式ブレーキの採用も600ボルト専用車両では本形式が初となった非常ブレーキは空気ブレーキのみを使用また 別系統の保安ブレーキや降雪対策用の大雪ブレーキも装備している。台車設置の基礎ブレーキ装置は片押し、式踏みずらブレーキを採用。台車1台につき4個のブレーキシリンダーが取り付けられており、同軸、重軸それぞれ個別にブレーキ力を制御する。その他機器運転台 PT7120A 型パンタグラフ運転台の機器は、左手側にマスターコントローラー。 右手側にブレーキ制御機を配置するにハンドル方式となっている。制御機のノッチ数は立行3ブレーキ8。ワンマン運転機器として、心臓時より両外機付き運賃箱、整理券発行機、運賃表示機、自動放送設備などを備える。これらの機器は運転士の負担軽減のため運転台で集中制御できる。冷房装置は、 CU77A 型ユニットクーラーを屋根状に1台設置する。冷房能力は2万1000キロカロリー毎時。客室内の冷房吹き出しは2列のラインフロー方式による。暖房装置は客室内に8台の反射式シーズ線ヒーターを運転室に床置き式シーズ線ヒーターをそれぞれ設置する。補助電源装置は静止系インバータを設置する。参照。 交流 220V、銅 200V、単相交流 100V、直流 28V の4類の電気に変換するものであり、冷暖房などの電源となっている。これとは別に制御装置の制御電源用に DC、DC コンバータを備える。終電装置はシングルアーム式パンタグラフを新岐阜駅前側の屋根上に設置する。形式名は、 PT7120A 型でバネ上昇空気加工式。メーカーは東洋電気製造。連結機は車単両側に設置されており、密着連結機と電気連結機の双方を装備する。制御装置の設計上、3両までの連結運転が可能である。新造時に設置済みの保安装置として自動列車停止装置、列車無線、デッドマン装置がある。 本形式は、1997年4月5日のダイヤ改正に合わせてまず一時車4両が営業運転を開始した。投入線区は、岐阜市内線及び、伊比線。この改正で、岐阜市内線と伊比線ん身の北方、黒野間の直通列車は一時、また、伊比線用区2320系4両と、市内線用も550系3両が置き換えられ、廃車された。 翌1998年4月6日のダイヤ改正に合わせ、二次車三両が追加導入された。この改正で朝晩に数本残っていた中節、美濃北方、黒の間の伊比線内をり返し列車が廃止され、美濃北方、黒の発着列車はすべて市内線直通となった。入れ替わりで、伊比専用も700型、も750系5両が廃車されている。以後、市内線伊比線 中節クロノ艦は本形式とも770系、それに予備車のも510系の3形式で運用される体制となった。なお、イビセン末端のクロノ本イビ艦は基本的にも750型で運転されたが、運用の都合で稀に本形式が充当されることがあった。連結機能を活かし、本形式は1997年の運行開始当初から、 朝夕のラッシュ時には2両編成で運転された。さらに1998年4月改正からは3両連結運転も設定され、通学利用が集中する平日朝ラッシュ時の伊備線内に限り3両連結運転が見られた。2両3両運転時はワンマン運転は実施されず、車掌が一人乗務した。全面広告が施された783-2000年7月から、 翌年9月にかけて782が広告塗装を施されて運転された。さらに2000年10月以降は他の車両でも全面ラッピング広告が施されることがあった。2001年10月1日のダイヤ改正で、伊比線末端区間の黒の本伊比間並びに谷組線が廃止された。一方で、美濃北っ駅発着の列車がなくなり、 伊比線の列車は黒野駅発着に統一された。このように末期まで利便性工場への取り組みが続けられたが、翌2002年9月、名鉄は乗客減少が続く、岐阜市内線、伊比線及び美濃町線、田上線からの事業撤退の意を沿線自治体に対して表明するに至る。存続に向けた動きがあったものの2005年3月31日限りで、 岐阜6 0 0ト線区はすべて廃止された。路線の廃線に伴い、本形式は最終日の2005年3月31日付で7両、揃って廃車された。名鉄岐阜市内線、伊備線の廃止に伴い、本形式は7両揃って、豊橋鉄道に譲渡された。形式名は、もう780系のままで、車両番号も781から787で変更はない。 遺跡先の豊橋鉄道、東田本線は、愛知県豊橋市を走る路面電車線である。名鉄からはもう800系1両を合わせた計8両が遺跡した。最初に豊橋入りしたのは781とも800系801の2両で、名鉄線廃止から1ヶ月も経たない2005年4月26日に赤い和口車庫への搬入された。ついで28日に、 第二陣の782.783が搬入。残り4両については、同年10月24日に784.785、27日に786.787が搬入されている。豊橋鉄道遺跡に際し、全車赤岩口の自社工場にて整備工事が行われた。連結機の撤去が目立つほか、車体塗装も、 全面広告電車とするため変更されている。内装では校舎合図ボタンが新設された。連結器がないため、豊橋鉄道での車両全長は13.58メートルになった。本形式は2005年8月2日より豊橋鉄道での営業運転を開始した。当日投入されたのは781で、もう8 0 0八8 0 1と共に運行が始まった。 その後同年末までに782から785の4両も収益。残る786.787の2両は、翌2006年3月3日から営業運転に投入され、7両全車が運転を再開した。も780型、も800系の豊橋遺跡に伴い、旧型車のも3700系1両とも3100系6両が置き換えられた。 東田本線におけるワンマン運転方式は前側のドアを乗車口、中央のドアを降車口とする前乗り中降り方式をとっており、名鉄時代とは逆である。2011年2月11日の IC カード乗車券マナコ運用開始に伴い IC カード対応運賃箱や旅客案内ディスプレイが車内に設置された。さらに2018年2月に 801と同様に室内灯が LED 照明に取り替えられた。本形式は全社全面広告車両として運用されており、標準塗装の設定はない豊橋鉄道の発表によると、2019年以降、VVVF インバータ制御装置をはじめとする電子機器の交換、更新が行われる予定である。 雑誌記事書籍とヨハシ鉄道も780、軽電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。